皆さんどうもこんにちは、アイスタイル公務部の翔太です。今週はですね、左官工事が進んでおります。まずはですね、こちらの様子をご覧ください。こちらがですね、魚屋さんが塗ってくださっていますのが天然のスペイン漆喰となります。天然スペイン漆喰をですね、選ぶ10の理由の一つ目といたしまして、調湿機能がございます。漆喰のですね、表面を電子顕微鏡で覗いてみると、スポンジ状の小さな穴がたくさん開いています。この穴は湿度が高い時に水分を吸い込み、逆に湿度が低い時に壁から水分を放出する特性があります。なので四季を通じてですね、室内を快適な湿度に保ちます。2つ目は消臭機能となっております。部屋っていうのはですね、様々な匂いが発生しますが、漆喰の壁にはですね、消臭効果がありますので、まあ匂いを消す消臭剤などはですね、使わずとも、部屋の中の匂いを抑えることが可能となっております。3つ目がですね、 VOC を吸着分解する効果がございます。 VOC とはですね、揮発性有機化合物の総称です。まあ、発生源としてはですね、まあ、主に接着剤であったりペンキ、またですね、新品の家具などが有名ですが、これらをですね、漆喰が吸着し分解いたします。4つ目がですね、防カビ防菌効果がございます。強アルカリ性なのでカビが生えにくく、除菌効果もございます。またですね、漆喰は静電気を発生しない素材となっておりますので、ホコリや小さなゴミがですね、壁に吸い寄せることはありません。とても汚れにくい素材となっております。5つ目は燃えない素材となっております。漆喰の壁っていうのはですね、燃えません。なのでですね、漆喰を塗った壁で実験して、ガスバーナーで1000度以上まで熱してもですね、匂いすらしなかったそうです。6つ目はですね、鎌倉効果がございます。真夏でも外気温とほぼ同等の表面温度であることから、実験でも確認されております。また雪で作った鎌倉の内部が暖かいのは輻射熱によるものとされております。漆喰を内部で使った場合にもほぼ同じ効果が得られ、冬は暖房の熱を効率的に伝え、快適にお過ごしいただくことができます。7つ目はランニングコストとなります。以前ですね、リフォームする前に壁に貼られてたのはビニールクロスというものになります。ビニールクロスはですね、素材の性質上10年から15年に一度張り替えが必要になってきます。またですね、10年15年経たずにですね、ビニールクロスが剥がれてしまうこともございます。それに対してですね、漆喰はですね、基本的に塗り替えが必要ありませんので、ご安心してですね、生活していただけると思います。8番はですね、メンテナンスがお手軽というところになってきます。以前もですね、漆喰の補修動画、メンテナンス動画っていうものを上げておりますので、ぜひ気になる方はですね、そちら見ていただいて、実際に今お渡ししている漆喰であったり、またお店から買ってきた漆喰で壁に塗りたいっていう方はですね、まあ、このような形でやっていただけると、まあ上手に綺麗に塗っていただくことができます。最後はですね、高級感と光の表情というところでですね、何より漆喰の良さはですね、その均一化されていない模様であったり表情だと思います。左官職人さんがですね、一つ一つコテムラをつけていってくれた壁は、朝の光や夜の照明によってさまざまな表情を映し出してくれます。はい、ということでですね、左官工事が進んでいって、来週にはですね、お引き渡しというような段取りで、どんどん現場が進んでいきます。
またですね、漆喰が全て塗れ終わって照明器具も入った状態などもですね見ていただけたらなと思います。またですね、漆喰の良さも、さっきの9つね伝わったのかなと思います。ぜひ興味のある方はですね、ご連絡いただけたらと思います。それではまた来週会いましょう。バイバイ。